はいどうもこんにちは、あずきガムゲーム実況チャンネルです。今日もね、黒い砂漠モバイルの方をやっていくわけでございますけどもね、私黒い砂漠モバイルの方をやっていてふと疑問に思ったことがあります。まあそれはね、1週間金策を頑張ってしたら一体いくら貯まるのかっていうね。結構ね、みんな目標のね、この装備欲しい、このアクセ欲しいっつってね、シルバー集めめちゃくちゃ頑張ってると思うんだけど、だいたいどれくらいで溜まんのっていうのがね、もうかなり疑問に思ってると思います。なんで、まあ、今回は1週間でどれくらい、まあ、普通にやっていたら溜まるのかっていうのをね、まあ、調べていけたらいいかなと思います。ということで、1週間前ね、私、黒い砂漠の動画初めて上げたんですけど、その動画でね、持っていた所持金がこちら。まあ、もう画面には出てると思うんですけど、4700万ゴールド。嘘。4500万ゴールドですね、約ね。これが、現在、1週間後ね、ちょうど1週間経ちましたんで、いくらになっているかというところですね。ということで、もう、早速ね、貯めてもしゃあないんで、早速、画面切り替えていきましょう。ということで、1週間、金策を頑張った結果が、こちら。1億、1000万ゴールドになってますね、約。これね、結構貯まりましたね。なんで、5500万ゴールド?もっとか、5600万ゴールド近く貯まったのかな?うん、5600万ゴールド貯まりましたね、1週間で。これはね、まあ俺としては結構貯まったなっていうところなんだけど、まあ皆さんね、こんな貯められんのって思う人もいると思うし、いや、ちょっと少ないだろうって思う人もいるかとは思うんですけど、一応、まあ、今後ね、皆さんの参考になるように、どの内訳で溜まってったかっていうのをね、軽く説明していきたいと思います。まずね、2000万ほどは、伝説装備の売りによって手に入りました。まあ、今ね、社会中ガチャのアップデートが来て伝説装備の値段もガタ落ちしてるんだけど、自分がね、引いたのは実は伝説装備のこの出やすくなる前、社会中のアップデート前に、伝説装備がね、普通にドロップしました。びっくりしましたね。で、二つドロップして、一個がギルド討伐の方で、ティリアン刀剣の方がドロップして、これがね、だいたい1400万ぐらいだったかな。もしかしたらエリシャかもしんない。いやでも多分ティリアンだったと思います。で、これがね、1400万ぐらいで売れた記憶がありますね。で、もう一個の方が、タリスのアーマーですね。まあ、もうね、伝説装備の値段今ガタ落ちしてるんであれなんだけど、これもね、こんな安くなかったっすね。600万ぐらいで、うん、大体それで合計で2000万ぐらいこっから捻出されましたね。はい。で、他ね、金策手段としては、今現在私売ってるのを見ればいいと思うんだけど、このね、上級武器ブラックストーンと、上級防具ブラックストーン。こちらの方のね、売却益になります。基本的に、上級のブラックストーンは、もう全部売りに出してるんですけど、1週間ほどで、でね、だいたい3000万ほどは、ブラックストーンの売却益となっております。まあね、現在、ブラックストーンね、バザーに流してるんですけど、だいたい1日10個。もうこれもすごい勘だけど、だいたい10個ぐらいは手に入るんですよ、それぞれ。なんで、それぞれの売却益10個で、まあ、200万なり、300万なり入ってるのかな?これが、まあ7日間で、まあ、2000万から3000万。多分入ってるでしょうね。今売りに出てるの20個売ってて300で、12個で200万、うん、500万ぐらいなんじゃないかな。多分、今売ってるブラックストーン12個と19個、これが多分1日で大体手に入る量で、これの売却益500万、500×7 で3500。で、売却で 30% 取られてるんで、まあ、大体3000万ぐらいになってんのかな。なんで、まあ3000万がこっからで、2000万が、武器と防具、伝説の売却益。で、残りの1000万、多分5500万だ。500万近くは、討伐の売却したものと、あとは畜産によって入る黄金シリーズで、自分卵がね、だいたい1日に4個ぐらい手に入るのかな ?2 個かな?だいたい2個とか、だから3個から4個手に入るんですよ。これがだいたい60万ほど。とか、あと普通にドロップ。コーチ狩りのね、倒した時にもらえるシルバーとかで約500万ぐらい貯まりましたね。まあ、このことに関して言うと、結構ね、ポーションで逆にお金使ってたりとか、スキルのレベル上げでお金使ってたりとかするんで、まあ実質ね、6000万ぐらいは貯まってるんじゃないかなと思うんで。結構ね、種とか買ったりとか、材料でね、
丸太買えるときに買ってたりとか、まあ、ちょいちょいお金は使ってるんですけど、まあ、5500万貯まりましたね。5600万かな。ということで、まあ、初心者の方ね、まあ、いろいろあると思うんですけど、一番のね、金策は、ブラックストーンになります。なんで、さっさとね、領地のレベル上げして、で、繰り返し討伐をやっても、上級のね、ブラックストーンが手に入るんで、この二つでブラックストーンを集めて、バザーに流すということをするだけで、お金ね、約5000万ほど、まあ、普通にやってれば手に入るんじゃないかな。いろいろね、資源とか売りに出すこともできるんで、そういうの含めると、もうちょい上がってったりとかするのかとは思うんだけど、金策効率。本当に金策でやるんだったら。まあ、自分はね、その、問題のない程度に、まあ、普通にやってる分で5000万ぐらい貯まったということになります。なんで、今ね、俺ね、グルニル装備、神話のグルニル装備、揃えたいんですよね、バザーで。なんで、こういうのね、逆算していくと5000万、1週間でだいたい5000万だから、まあ、神話グルニル揃えるにはだいたい5億とか、5億なんですね、アーマーだけで。5億。で、ヘルム高そうだな。どこだ？ 3 億。まあ、これもね、この安い値段で出ないですからね。4億とか、それ超えて出ますからね。まあ、手も含めて、手も3億ぐらいかな。手も3億、足も3億だとすると、結構かかりますね。16億ぐらい必要になるのかな。なんで、5000、16億。5000、1週間で5000万、16億ってどんだけ先やねんっていうね、話にはなるんですが、2週間で1億だから、32週間 ?32 ってことは、1ヶ月で半分だね。16ヶ月、1年かかるじゃん。金策、先は長そうです。ということでね、今回の動画、これで締めたいと思います。神話グルニル、無課金で揃えるの無理なのかな。まあ、私は頑張って揃えたいと思います。皆さんね、ぜひ、私が神話グルニルで揃える日まで動画をね、見続けてくれたら嬉しいです。ということで、今回の動画、これで締めたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ということでね、動画見てくれて、本当ありがとう。まずは右側のチャンネル登録ボタンをクリック。そのまま左側のおすすめ動画ぜひ見てくれよな。あ、そうそう、高評価コメントも忘れずにね。ということでね、また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。